さあ、ついに18回目を迎えるカプセルプラネルで助け飛ぶ。さあ、ついに18回目を迎えるカプセルプラネルで助けダブル、カプサスダブル。さあ、今大会新車が入りました。さあ、今大会は新車が入ったということで、最も接がなかったニオは引退となります。さあ、どうでしょうか。さあ、今大会のエリアの紹介です。第1エリアはバランス、第2エリアはドランタビ、第3エリア新エリアゴールデンカプセル、第4エリアは簡単な車両ダブル、最後第5エリアはこの超ムズソン、では新エリアウォーターブリッジです。さあ、と距離が非常に空いている、高低差もすごいことになっております。さあ、どうでしょうか。この高もなかなか急角度。さあ、これ相当難しいエンドなんでしょう。なお、ここに着地すればクリアです。着車を含め医療とも着地すれば外れていてもクリアとなります。さあ、どうでしょうか。今大会このウォーターブリッジがどう牙を剥くのか。さあ、どうでしょう。さあ、まず最初の挑戦者です。ダブルでは初めて、引き締まー。はい、行きます、敷島。はい、行きました、敷島、敷島。いきなり連絡、新車が一瞬で脱落。さあ、いきなり衝撃的な痛いのがありました。続いてはこの車両、カプサルカプサスメイン大会のファイナリスト、ナンバー2番東京メトロ1番系ハーメト1が行きます。もうご覧とおり、なんかね、やがれて止まるかと、こういうばかりに進んでいきます。さあ、どうでしょうか。トリプルではやられましたが、ここはしっかりと道捨てました。さあ、ゴールデンカプセル、彼にとって初のゴールデンカプセルはどうだ。危ない、ギリギリクリアした。さあ、車両直し、これも攻略はどうした。大丈夫か、大丈夫か。いきなり転落、滑り落ちた。さあ、ナンバー3番800系新幹線ツバメ。さあ、800系が行きます。どうでしょうか。カプサスダブル、安全性から向けて進んでいきます。さあ、重たいぞ。ゴールデンカプセル、ゴールデンカプセル、45センチ押さなければならない。さあ、どうだ、行きました。さあ、この辺りで散るわけにはいかないな。まさかの脱線、どうした。さあ、4番目は EF66、 大人気電気機関車か。さあ、行きました、 EF66。 この辺りで散るわけには絶対にならない。 EF66 か。さあ、おたばこを出した、重そうだ。さあ、押していく。さあ、どうでしょうか。ゴールデンカプセルを押していきました。さあ、どうだ、車両大丈夫か。これは後に響くのか。さあ、どうでしょうか。5番目の登場、D51。 さあ、行きました、一瞬危なかった。さあ、どうでしょうか。始まった D51。 さあ、どうだ、突き進んでいく、突き進んでいく。壁っこ動物の前に D51。 さあ、この車両を完璧に押し倒した。さあ、どうだ、始まった。さあ、どうでしょうか。モーターブリッジ、こんなところで止まったらいけない。さあ、超主力電車2235系山手線です。さあ、電子レンジ完全制覇へ。おっと、緊張しているのか。どうした、怖くてモーターが震えているのか。さあ、行った、心配なく行った。さあ、始まりました、2035系山手線。さあ、どうだ、電子レンジ完全制覇なのか。そんなところでやられるわけにはいかないが、まさかの転落。さあ、7番目 N700系。 さあ、 N700系が始まりました。 N700系 完全制覇に向けて突き進んでいく。さあ、どうでしょうか。前回は涙を飲んだ N700系の挑戦です。ゴールデンカプセル、車両倒し、サード常連になった。さあ、どうだ、アルティメットマウンテンを越えられなくなった。アルティメットマウンテンのようなエリアだ。さあ、どうだ、すべてと燃やせ、飛べー、いったー、完全制覇 N700 系ウォーターブ
カーナンバー8番カプセルプラレールサスケ第8回メイン大会完全制覇者 EF200 連結パーツ付き。さあ行きました、連結パーツ EF200 始まりました。史上最強パワー EF200 の連結パーツ付き、さあ始まりました。さあどうだ、ゴールデンカプセル中が動いているが問題ない。さあどうだ、ここは全く問題なく越えていった。さあ最後のこの山を登れるか、登れるか、おっとちょっと危ない危ない危ない、しかし順調に順調に登っていけたが止まってしまった。この長い坂あと少し届きませんでした。さあどうでしょうか、ナンバー9番ガーセキは前回大会完全制覇者です。さあ連結パーツ付き動け、スタートする、前回大会完全制覇者いい合計連結パーツ付き。さあどうでしょうか、シンエリアのゴールデンカプセル、さあドラゴングライダーが世界一苦手な車両問題なくクリアしていった。ドラゴングライダーはない、今回は楽勝なのか。さあどうだ、しかしここは苦しい苦しい、このモーターブリッジ上りが苦しい、頑張れ頑張れ、ここでリタイア、あと少し届かず、これは危ねん。さあナンバー10番 EF200、 さあ EF200 がいきます。おっと最近の大会で体力を消耗している EF200、 どうだ、ゆっくり慎重だ、ただこれでは確実にあのエリアを越えられるのか、そもそもここでリタイアか。 EF200 引退は勘弁してくれ、どうだ越えた。さあここでリタイアすれば危ない危ないが納車、これはやばいぞ、これはあかんと言わんばかりにここで止まった。さあナンバー11番 N700A、 さあ行きました、 N700A が行きます。さあどうでしょうか、この先にはモーターブリッジ、かつてのアルティメットマウンテンのような難関エリアが存在している。 N700A にとってこの坂は鬼門だ、鬼門を乗り越えていけるか。 N700A 乗り越えられるか、乗り越えられなかった。やっぱりここは N700 にとって鬼門だ、これは無念。最後の希望ナンバー12番 E5K、 さあ行きました、メイン大会第7回大会完全制覇の E5K。 さあカプサスにダブル2大会連続完全制覇へ向ける。さあどうだ、この先にはこの山だ、さあ E5K にとってこの山は余裕か、余裕なのか。さあどうだ、最後の跳躍はどうだ、ダメだ、なんとここで転落、最後何が合わなかったのか。さあ今大会完全制覇したのは N700系ただ1両です。超鬼門、こいつをまさか成功させました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。YouTube の他に Twitter、ブログもやっております。ぜひ見に行ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。